消しちゃおうかな。リクヤン最近の意味ハマりました。ようこそようこそ、ウェルカム。あの昼過ぎ、今昼過ぎで大丈夫だよね。私には昼過ぎだと思ってる今。テロップテロップ。あ、待って、間違えた。あれできてない。オッケー。ということで、昨日言ってた通りメイク配信しようと思います。イエーイ、すごい。じゃあ男性の方にももう多分たくさん見ている気がするから、男性の方も役立つようにできるかな。とりあえずどうしよう、こんなさメイク配信久しぶりすぎてさ、どうすればいいか分かんないんだけど、とりあえずね、朝昼兼夜ご飯は食べ済みです。朝昼兼夜ご飯は食べ済みでございます。この前初見だったんですけど全然喋れないからびっくりしました。すみません、今日はなるべく喋りたいと思います。何マイケルにしてやろうか。ちょっとおすすめの曲か、ノイミの曲かな。ノイミの曲は私は自分参加が好きです、めちゃくちゃ。あ、待って、そうだそう、アクセーヌモイストバランスローション化粧水、本当にこれはおすすめ。私何2年ぐらいも使ってるけど、多分ずっとこれだと思う。これからもすごいね、敏感肌で結構化粧水とか合わない化粧水を使うとすっごいね、赤痒くなっちゃって、顔面全体が痒くなっちゃって赤くなっちゃうのね、顔が。でもこれは私の肌に合って、多分自分の肌に合うね化粧水を探すのが一番いいと思うけど、多分敏感肌の人にも大丈夫な気がする。この化粧水おすすめです。そう、たまにね痒くなっちゃうんだよね、繊細。そうそうなんですよ。前髪ピンは100均です。100均のね売ってるサンリオの前髪ピン、私全種類コンプしてます。ポムポムプリン、マイメロちゃん、クロミちゃん、ポチャッコ、あとなんだぐらいかな。あとキキララの、あの形は違うけどキキララとか、めちゃくちゃおすすめ。でもすぐに壊れちゃう、これこの形はすぐに壊れちゃうから、キキララのなんか平べったい形の方がおすすめかも。これこれこれ、こっちの方が壊れにくい、100均で売ってて。うん、今100均いるからお揃いします、ぜひぜひ。バツマルくん私売ってるの見たことないわ、多分私の近くの100均では売ってるの見たことないかも。あ、忘れてた、やばい、私メイク配信向いてない、もうね。乳液ディープログラムのモイストケアエマルジョン MB ピンクのやつ、これはこれも荒れないから使ってます。今日は真面目で素晴らしいと思います、ありがとうございます。いつかはあのね面白いメイク配信します。今日は普通に多分ね
女の子のファンの人でも今日女の子のファンの人少ないんだけど、そのないのために真面目にします。明日テストなの、頑張れねえ。ホラーメイク、あ、そう、なんかさ、マイリンさんメイク配信ってやってさ、ホラーメイクをしてさ、したことがあったから、本当にね、フリじゃなくて今日は本当に真面目にします。あ、見てる、よかったよかった、女の子もいる。そう、ペニーワイズメイクしたんだ。首とかもマッサージした方がいいと思う。首とかをのリンパを流してここら辺とかマッサージするといいと思います。でもね、ショールーム加工があるからちょっと加工をつけています。ちょっと肌を滑らかにして目もちょっとだけ大きくしてます。でもそんなに大きくはかっこつけてない、ちょっとだけね。そう、だいぶ違う、本当にそう。でその後照明が、なんかね、9点のメガ割で買ってよくわかんないね、美顔器、美顔エルフェイスかな、美顔器。めちゃくちゃぬいみんは美顔器を使う率が高い気がする。私はもうめっちゃ強めでやってる。もうね、結構 3ぐらいまでやっちゃって、自分の痛くない、痛い、ちょっと痛いぐらいの時。学校のハロウィンパーティーに夏菜ちゃんに憧れてピニーワイズやったの。そうなの？それはもう見たかった。うん、いいね、ハロウィンパーティーあるんだ学校の、楽しそう、いいね。美顔器は結構ね、だいたい美顔器って高いんだよね。でもなんか結構使うし、買ってよかったなって思っています。なっちゃんの配信沼ってます、本当ですか。でも今日はね、真面目ですよ。うん、ねえ、ね、でもさ、私さ気づいちゃった、美顔器って変な顔になるの。美顔器変な顔になるからさ、ちょっと恥ずかしいな。なんかね、どこが変な顔になるかな、どこかな、ちょっと変な顔になるポジションを見つける。どこだろう、あれ意外とないかな、あ、こことか、そんなことないか。EMS なんだろう、わかんないけど多分 EMS ついてるやつだ。順番はわかんないけどね、適当にやってます。順番とかあるのかな、本当は。どんな効果があるの？多分ね、むくみは取れると思う。そう、電気がピリピリくる感じ。そう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 。そうなの、なんかね、最初は変な、なんかね、痛いのかな？どうなんだろうね。あ、ここだ、変な顔。ここだ。
こでした。以上、電気によって筋肉に刺激を与える機能らしいです。なるほど、初めて見た顔。多分ね、自分で頑張って作ろうと思って作れる顔じゃないよね、あの顔は。今日は玄米茶です、あったかいお茶。ということで、ここから本題だね。まずは下地を塗っていきます。これね、指原さんもね YouTube で紹介してたけどね、私もずっと使ってて、ドクターチャルトのシカベアリカーバーの下地、化粧下地でございます。うん、化粧下地がこれ、日焼け止めもあるし、めちゃくちゃなんか化粧下地以上ファンデーション未満みたいな感じで、塗ると肌色になるんですよ。だから私はね、ファンデーション塗らないでこれだけで済ませることがほとんどかな。結構肌に優しいみたいなので、あんまできる限りファンデーション塗りたくなくて、だいたいこれとコンシーラーで。だってコンシーラーすればさ、何でも隠れちゃうじゃん。これね、分量が難しいんだよね。これぐらいがちょうどいいのかな、わかんないんだよね。ちょっと足りなかったら付け足す感じで。あ、私は鏡、待って、鏡の子だ。まあいっか、これでやります。で、伸ばしていきます。そう、肌に良い下地、私でもさ、ほとんどさ、バズった化粧品しか使わないからさ、多分皆さんが女の子とかもう知ってるっていう子も多いから、参考になるか分かんないけど、でもまあでもね、とりあえずやっていきます。ファンデーションを使う時もあるっちゃある。なんかいつだろうね、たまに使うね。たまにファンデーション使うとしたら、私ね、これローラメルシエのファンデーション使ってます。クッションファンデだから、なんかお直しの時とかに使うかもしれない、ファンデーションを。なんかついてる。ミルナリの踊ってみた動画見たよ。いやー、かわいかった。でもうちょっとつけ足します。そう、クッションファンデね、のクッションファンデの、あのスポンジがすごいおすすめ。伸ばすのに、あのコンシーラー伸ばすのにクッションファンデのスポンジとか使ってるかも。目の上にも塗ります。すっごい目の上が赤みが出やすい人やから。あとね、唇の縁、これは多分気になる人でいいんだけど、私は気になるので唇の縁にも塗ります。こんな感じかな。ちょっと待って、鏡で見てみる。あ、ちょっと塗りすぎたかな。まあいっか。ちょっと塗りすぎる時もね、たまにあるけど。あ、でも大丈夫かな。うん、オッケー。ヤッホー、夏音がすっごい。すごい、みんなヤッホー夏ね。次がね、コンシーラー。コンシーラー、私はもうこのコンシーラー大好きです。じゃじゃん、こっちかな。イップサのクリエイティブコンシーラー E です。これがすっごい、なんか最初の方はね、なんかあんま使ってなかったんですけど、ち
ょっとこれの良さに気づいてしまいました途中から。これのこのね真ん中のところがオレンジなのでクマに塗ります。オレンジはねクマなんですよ。クマをね涙袋なんかちょっと待ってね、なんかと言ってよいしょ、涙袋があるじゃないですか。今はあんまないんですけど書いてないから、涙袋の下のところをこう下にだけ塗ろうと思います。でクマがある場所を塗りつぶします。イプサのコンシーラーおすすめです。すごい良き、しかもそこまでねもう大量に使わない限りあんまなくならないから。でもね一番上のねなんか一番濃い色があんま使わないから、そこだけちょっとその色だけちょっと変えてほしい誰目線って感じだけど、その色はあんま使わないかも。こんな感じ。テスト勉強頑張ってね。で一番下のこの一番白い色はなんかニキビ跡とか、ここニキビ跡、あと私だけかもしれないけどやっぱ唇の縁をがちょっと気になるからこうやってね囲っていくの。そして唇をちっちゃくします。こんな感じかな。でたまにここまで塗っちゃう。そうめっちゃ使い込んじゃう。なんかデパコスをなんか長く使えるデパコスだったらやっぱりデパコスがいいなって思う。なんかよなんだろうね、量が少ないデパコスはもったいないなと思っちゃうけど、結構長く使えるお高い化粧品とかはやっぱりそっちの方がいい気がする。たくさん入ってて、だからどれだろう、さっきのさ下地、この下地も結構高いんだけど、なんだろうね、ちょっとでも平気だからすっごい長く使えるからめっちゃ良い。マジなやつやん。そうですよ、今日は真面目にやってます。めっこんな真面目な配信久しぶりじゃない？さっき言ったなんかファンデーション、クッションファンデのスポンジで広げなんか叩きます。あちなみにね、そうだメイク配信する前にこれ塗りました。乾燥してたから。これねあの衣装担当のねしのぶさんにクリスマスプレゼントでノイミ全員いただいたやつ、トゥーフェイスズのパワープランピングリップバーム、かわいいし良き。あとはモアリップとかローラメルシエのハンあミルテンも使ってたかも。確かに結構ね私すっごい思うのはグループによってかぶり、なんだろう、流行ってるコスメっていうのかな、アイドルグループでこのグループはこのコスメたくさん持ってる子がいて、ノイミはこのコスメたくさん持っててみたいな、かぶりコスメが多い気がする。やっぱいいのをさみんな勧めるじゃん。そしたらそのグループごとになんかコスメの色も出るよね。グループ内口コミ、そうなんかメイク道具借りたりして、えこれめっちゃいいじゃんってなって自分も買うっていうパターンがめっちゃあるから、多分それでグループ内で結構コスメの色が出るよね。ノイミは何が人気なんだろう。リップとかはさあれ使ってる人が多いかも。あのなんだっけ
マンだとか、あとなんだろう、あとはでもやっぱり指原さんのコスメを使ってる人多い。あのグリターとかみんな使ってる。グリター、ラメラメはみんな使ってる。あとあれとかもなんだっけ、シェーディングとか、こんな感じ、こんな感じでファンデーションで、次がこれはね、日によるけどパウダーします。パウダーがメイクアップフォーエバーのパウダーでも、パウダー私今ちょっとパウダー難民で、次何にしようか迷ってます。なんかめちゃくちゃこれはね、めちゃくちゃいいの。すっごいね細かいし、すっごいいいんだけど、なんかコスパが悪いからどうしようかなって。もうちょっと安くて、なんか粒子が細かいパウダーを、でもこれもめちゃくちゃいいんだよね、やばいほどいいの。香水何使ってますか？香水はね、最近は使ってません。なんか握手会があった時は、握手会はだって香水使って、やっぱ皆さんにいい匂いを届けたかったから香水使ってるけど、今はさリモートお話し会になったから香水使う必要ないかなと思って使ってないです。だってメンバーにいちいちさ、メンバーに会うためにいちいちさ香水使うのなんてもったいないじゃん。でも持ってるやつはなんだっけな、あ今はクロエの香水は持ってる。次がシェーディング、これ指原さんのリリミューシアーマットシェーディング02番、ビージュトーン。これなんか指原さんにいただいたやつはなんかオレンジ系かピンク系かって分かれ、なんかアンケートみたいなので、私がオレンジ系を選んで、多分メンバーによってね01番かな、ピンク系選んだ子は01番なのかな。コスメデコルテのパウダー良かったよ。あ、いいんだやっぱり。ちょっと気になってたんだよね。そこ見えコスメ、そうです、そこ見えコスメ、めちゃくちゃで、なんかシェーディングブラシ、シェーディングとパウダーはやっぱりブラシがあった方がいいね。こうやって外側塗って、こことここ塗ります。そしたら、あ今ちょっと塗りすぎたけど痩せて見えます。ほら全然違くない？シュッとしたでしょ。右の方がシュッとした。ちょっとつけすぎちゃったけど、シュッとしたの。シェーディングって本当にすごいと思う。で、あと逆をだと、え、コツがあって、こっち側塗るときはこのまま塗るけど、こっち側塗るときは逆にします。ね、おでこつけすぎ、そうつけすぎました、申し訳ない。よし。であと私はね、ちょいケツアゴ気味、ケツアゴに何かけぐらいなのでこれを塗ります。あとライブの時はここも塗ります。ここ塗って、なんかシュッ、なんでってなるようにしたくて、ライブの時は下から見られるから、こうなってたら恥ずかしいじゃん。だからここを塗っています。普段は塗らなくて大丈夫。まあでも皆さんは下から見られることそんなないから大丈夫だと思う。どこのブラシがおすすめ、え、わかんない、なんか適当に使ってます。なんだっけこれ、もうね、これこのなんだっけな、シックスなんとか
みたいなブラシ使ってるかも。で、あとこのちっちゃいブラシで鼻、鼻はここのここと、ここに つながる下の部分につながるところ、鼻の穴の上と、なんて言ったらいいの、ここ、ここ、ここを塗って、一番今の濃い色だったの、一番薄い色でなんかぼかす感じ、ここを三角作る感じにします。三角作ります。ちょっと鏡見なきゃダメだな。待ってね。あ、ちょっとつけすぎた。ちょっとつけすぎたけど、今日はまあ皆さんに分かりやすくってことで、なんか人中短縮なのかな、かもしんないもあるし、ここをキュッてしたいんだよね。鼻の横幅を狭くしたいっていう。鼻高い、ありがとうございます。鼻が高いって褒めてもらえることが多い。わーい。で、次がチークにしようかな。これチークエクセルのサナエクセルオーラティックブラッシュAB05番、ベイクドシナモン。あら、かわいい名前、かわいい名前。なんか最近さ、メンバーにね、すごいアドバイスもらって、前までこうやってね、横に、なんだろう、斜めに入れてたので、もた横の方がなっちゃんはかわいいよって言われたから、最近はこうやって横に入れています。なんかね、ショールームって結構チークの色がね、見えにくいの。いつもだからショールームするとき、チーク濃くする、濃く足してるんだよね。なんでやろ、ショールームに光で飛んじゃうのかな。多分鏡で見たら結構ね、濃くなってるんだけど、あ、うん、鏡だとね、ちょうどいい今。まあ、これは皆さんの台と消した方が分かりやすいのかな。分かるかな、こんな感じ。ねえ、トモモトさん、ありがとう。パフェ、パフェで、次がハイライト後にしようかな。まあ、いっか、今しちゃおう。ハイライトはこれはね、やらない日もあるんだけど、うん、やる日とやらない日があるけど、なんか大事な時はこれつけてる。ボームエッセン、あ、エサンシエルスカルプティングフェイスカラー、シャネルのなんかハイライト、これ全然なくならないんだよね、ちょっとしか使ってないから。多分バズったやつなのかな。ここら辺につけてます。そう、田中みな実さんのメイクさんにね、一回つけていただいた時があって、なんだこれはと思って買いました。すごいなんかツヤツヤになるんですよ。私ツヤ肌とは皆無な人間なので、これをつけてツヤツヤにしています。これはやる日とやらない日がある、本当にたまに。で、そのいつも使うやつはこれ、セザンヌパールグローハイライト01番。
お高いんですよ。シャネルはお高かったです。これはね、私はもう熊のところに行って光で飛ばす作戦、あと顎の下と唇の上。シャネルのやつつけてないときはここも塗ります。ここかな。次、私の一番大事な眉毛です。眉毛、もうこれは私は眉毛が一番時間かけてるし、めちゃくちゃ大、一番ね、眉毛が一番大事だと思っています。サナエクセルパウダー&ペンシルアッシュグレーの色、これね便利。あのね、蓋がねめっちゃすぐに取れるの。これもうね、ふーってすっごい弱なんだよね。だからすぐなくなっちゃう。そう、眉毛ね、そう、慣れしかないの。確かに。でも自分の合う形をね見つけた方がいい。もう眉毛はすっごい、ちょっとね集中しなきゃ私無理だよ。眉毛喋れないかもしれない、もしかしたら。なんかね、ここのこうやってこうやってこうやって、ここが眉尻、目の上でここが眉頭って決めていくと綺麗になるかも。眉毛剃ってるよ。眉毛整えてます。私もともと眉毛が薄くて太いっていう、薄くて太いという多分一番最悪な形の眉毛で、だから太いから整えてるけど、あ、剃ってるけど、でも剃ったら剃ったりさ、もともと薄いからさ、今描かなきゃいけないんですよ、頑張って。パウダーでも全然いいと思う。私昔はなんだっけな、セザンヌのパウダー使ってました、眉毛。それはなんかね、一番最初に買ったのかな、買った気がする。それなんか学校とかの時に、私眉毛だけは本当に薄すぎたから、眉毛の眉尻にピョってちょっとだけ塗ってた。実はで、どうだろう、綺麗かな。見学の時眉毛で職員室で製造させられて帰った。あらん、確かに中学はダメだね。高校だったら、私は中学の時はやんなかったかも。高校は校則緩かったから、なんか昔はね平行にしたくてね、平行にしてたんだけど、なんか平行だったら似合わなくはないんだけど、なんか違うなってなって、アーチになりました。あんまアーチじゃないかな、アーチになりました。ごめんなさい、眉毛はね集中 しちゃうんですよ。めちゃくちゃ眉毛は時間をかけます。細い平行でした。最近でもメイクが早くなった気がするの、なんでやろう。
今日はでもゆったりと。真面目に行こうと思います。やばい、左失敗したかも。左がうまくいかないんだよね、いつも。左が難しいの。最近ね、ビヨンズさんの笑ってショパン先輩にやばいほどハマってて、毎日聞いてます。めちゃくちゃ好き。人生は青春だ。ちょっと、あ、やばい。こういう時はアイコンシーラー、コンシーラーね、使ってね、眉毛のね、ね、あのね、整えればね、いつもなんとかなるの。コンシーラー最強説。そう、ショパン先輩めちゃくちゃいいよね。もう本当にアイドルのね、革命曲だと思ってる。アイドルソングのもう本当にすごいと思う、ショパン先輩。いやー、あの曲は本当にすごい。こんな感じかな。こんな感じで眉毛やって、で、あと眉マスカラ、キスミヘビーローテーションアイブロウ04ナチュラルブラウン、これをこうやって眉間にシワを寄せて描きます。カスカスなんだよね、もうこれ。まあでも意外とさ、これめちゃくちゃ持つよね、眉マスカラって。私絶対さ、コスメの賞味期限切れみたいなやつ、絶対期限越してるコスメばっかりなの。しょうがない。うん、できました。なんか唇ちょっと色出しとこう。ちょっと寂しいので、後で紹介します。最近ハマってるやつ、トリートユアセルフっていう服のブランドのリップ。03番、ピンク。調べたら大体のコスメ半年から1年らしいよ。絶対全体を超えてるわ。で、次、私はアイプチをします。これね、100均の付帯テープ、最近ちょうどなくなったから買ったの。絆創膏、肌に馴染むタイプ絆創膏。そう、ヘアピンはもう100均です。私本当に100均信者なんですよ。100均でめっちゃ買い物する。もうお話し会とか正直ね、ほぼ100均なんだよね。ほぼ100均で買ったやつ出てきて、私は元々の二重もね、なんだろう、幅が狭いけど、別にね、私は元々の二重もね、全然いいんですよ。メンバーにも褒められるし、満足してるんですけど、やっぱりこうやって、
なんか今の時代なんか画面越しで見るじゃないですか。あとなんか画面越しっていうかライブとかも神子さんから神子さんが撮っていただくから、写真とかになるとすっごい二重幅って狭くなるんですよ、本物より。だからちょっとだけ広げてます。これね、コツ、これを見えるかな、こうやって一番なんか点線なんかここの端っこを切って、その後真ん中も切ります。そしたらすっごいちっちゃい、これぐらいのちっちゃくなるの見えるかな、これぐらいちっちゃくなるのね。これを貼っていきます。多分めちゃくちゃこれはね、最近すっごいねこれで安定してきてる、おすすめ。でもこれだけじゃ多分二人は作れないんですよ、私はね。そんなに結構重めのまぶただから、ちょっと待ってね。そう、肌色絆創膏タイプだから、でもういい感じのね貼る場所を見つけます。ここだ、貼れない。あ、ちょっとダメだ。ちょっと待ってね。ここだ。あ、いいかな。できました。気持ち。目の中心見えないかな、あんま見えない。ここ目の黒目の内側よりの上の方、こうなります。でもう一つつけるね。ちょっと待って、剥がれない。貼るのうまい、本当？オッケー、これで。大体貼る場所分かってくるはず、やっていったら。でもこれじゃね、私はね、あのね、二人にならないの。だから、すごいね、あんま見せられないんだけど、折り式のね、折り式を使います。折り式っていう、なんて言ったらいいんだろうね、被膜タイプのアイプチなんだけど、開かない。もう固まって開きません。よし。これで。目全体に塗る、絆創膏貼ったところと二重幅の線の上だけ、なんて説明すればいいんだろう、二重幅の線を潰すように塗っていくんだ、塗っていくのと、上は絆創膏の貼った
線の上の延長線をやって、目全体にはね塗らなくて、本当にそこのめっちゃ大きいアイテープ貼るみたいな感じの場所で、ここの下の方は開けてるの、あんま分かんないかもしれないけど、これで乾かします。これね、ちょっとね、前まではこれしか使ってなくて、それですっごい分厚く塗ってたのね。そしたらなんかガタガタになっちゃって、目開いたらで、アイラインとかもなんか引かな、なんだろうね、ガタガタになっちゃったから目が。これで一回塗りで薄く塗るとガタガタにならないので、アイテーププラス折り敷きで薄く塗るのが今一番良い方法で見つけました。皆さんも良ければ、なんかもし折り敷き厚く塗りすぎてガタガタになっちゃうって悩んでる方は、この方法、多分人のね目によるけど、一回真似してみて、もしかしたらその方法で合う方もいるかもしれない。できました。こんな感じ、ほらなんかいい感じじゃない？右目、左目もやります。左目も同じように二重幅の大人二重線の上を塗りつぶすのと、絆創膏を貼った延長線上を塗ります。多分アイプチとかはすごい、多分アイドルでさアイプチをしてるって言ってる子あんまいない気がするから、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなって思います。乾かします。まだかな、まだかな。はい。できた。できました。どうでしょうか。ちょっとまだね研究が必要だけど、今はこれで落ち着いてます。次回のゲームで男性陣の目がみんな大きくなってたり、確かにこれは男性の方もできることだと思います。二重に、まあ、でも私は元の二重幅もお気に入りです。でね、アイメイクは私ね本当に日によって違くて、オレンジメイクかピンクメイクかブラウンメイク、皆さん今日は何が見たいかな。何でもいいんだよね、本当に日によって違うから。何メイクがいい？あれだからオレンジみたい、オレンジメイク、ピンクメイク、分かれるよね。アイシャドウたくさん、なんかいろいろいろんな種類持ってて、ピンクメイクだったらなんだっけな、
これか、このバビミロを使ってて、オレンジメイクだったらクリオのこれ使ってる。わあ、オレンジかピンクが多いね。オレンジかピンク、半々ぐらいだ。どっちにしよう、迷います。今日の服に合うやつか、このパーカーだけど今日の服のオレンジかな。フットサルさん、フットサル行ってくるんだ、行ってらっしゃい。わ、迷っちゃう半々だ、ピンクとオレンジ。じゃあ右目ピンクで左目オレンジとかにしようかなじゃあ右目ピンクで左目オレンジにします。やばいこの、まあでも、じゃあどうしようかな。これも日によるんだけど、アイシャドウ、これこのね、これタンプレでもらったんだよね、友達から。コスメデコルテのアイグロジェム PK885、 これをね下地として塗ってる時があります。もう本当に日によって全然違うから分かんない。これをしてもらったらなんかちょっとラメラメ、かわいい。このこれでちょっとね白ピンクみたいなラメで、めちゃくちゃかわいい。何、メイク全然関係ないのですが、今日の夜ご飯決めてもらえませんか。夜ご飯なんだろうな、うん、私が今食べたい、なんだろう、あ、じゃあ寿司、寿司食いね。バミメのね全部鏡だから難しいな。こんな感じの、ちょっと汚いね、こんな感じの色なんだけど、このねこのラメがすっごいね割れちゃうんだよね。このねここの一番左上の、あ、違う、左から2番目の上の色、白いやつを全体に塗ります。でも本当にこれのやり方もね日によって違うの、だから私はもうこれはあんま参考にしないでください、日によって違うから。今日の夜寿司食べるの？いいわね。私今日の夜ご飯なんだろう。昨日はチャーハン食べました。で、このこれもどうしようかな。真ん中のこのピンクの色？薄ピンクの色をちょっと。大幅よりちょっと上ぐらいに塗っていって、下もちょっとだけ塗ろうかな。こんな感じでね。そう、アイシャドウってその日の気分によるので、さ、この濃いピンクと、どうしようかな、濃いピンクとこの薄茶色を混ぜて、ここの三角ゾーンとここら辺に塗ろうかな。あとはねこのね茶色塗って、ここら辺がねアイプチ塗ったところをね茶色塗ると多分ね分かりにくくなる気がするから、茶色で重ねます。
濃い茶色に塗らないとね、乗りにくいの。だから濃い茶色で重ねます。ほら、こうしたらもうほぼわかんなくない？そんなことないかな。そんなことないかもしれないけど。こんな感じ。そう、ハッシュクイーンのバビミロ、めちゃくちゃいい気がする。良きでしょ。で、私がたまにやるのは、ね、次がこれね、なんかね、アクセーヌのさ、このね、化粧水を買った時についてきたやつだから売ってないんだよね、多分非売品なんだけど、アクセーヌアイカラーNっていう化粧品買ったら、もしかしたらね、まだついてくるところもあるかもしれないのね。この私、ここのアクセーヌもね、ピンクメイクの時使ったりするんだけど、ここのね、この茶色がすっごいお気に入りで、この茶色が、しかもチップもちょっとちっちゃめだからおすすめなんだけど、この茶色がね、涙袋にすっごいいいんだよね。あ、やば。涙袋に、私の肌、なんだろう、めっちゃ自然に馴染むんだよね、このカラーが。涙袋の影に。で、こんな感じ。ほら、全然違くない？やっぱりね、影を描くのと描かないので、ね、全然目の大きさが変わるの。待って、すごくない？全然違うでしょ。やっぱね、アイメイクって偉大なんだよ。全然違うよね。これで、あとはね、さっきの同じ色で、本当に目の下っていうのかな、目のめっちゃまつげを埋める感じで、見えるかな、ここを描いて、目をね、ちょっと下に重心をしたりしてます。そしたらすごい、どちらかというとこっちが長めなので、私の顔が、なのでここの顔を少しでも狭くするために、あのね、あれおすすめ、あのね、黄金比っていう、黄金比の画像があるから、黄金比の画像を自分の顔を一回写真撮って、それでピタッて当てはめたら、自分のもうちょっとここがこっちに移動した方がいいなって思ってメイクをするのが大事かも。涙袋とかも若干ね、不自然にならない程度に下目に描いています。じゃじゃん、左目のアイメイク、まつげまだだけど、あ、アイライン忘れてた。私アイラインね、ずっとね、このラブライナー使ってたの。ラブライナーのゼロイ一番ってやってるのかな、ちょっと濃いブラウンみたいな、焦げ茶やってたんだけど、なんか新しく買ってみた。これ本当に新品だからいいのかわからない。ヒロインメイクの03番、いいのかどうかわからないんだけど、買ってみました。買ってみました。これはなんかね、私は長めではないか、あんまりアイラインは引かないんだよね。ここのね、目尻のところにちょいっと引くぐらい。なんかあんま発色出ない。で、ちょっと跳ね上げてるかも。
これ色出ないんだ。色が出ない。新品だからかな。あ、出てきた。出てきた。おい、色出てこい。なんか色があんまり出てこない。こんな感じかな。ちょっと待って。手に書いちゃった。で、あとね、目の下のここの部分、目の黒目の下だけアイライン引くときもあります。こんな感じ。あとは後でまつげします。では次、左目オレンジメイクします。やっぱりアイメイクってすごいね。全然違うよね。え、全然違くない？ほら、目がすっごい大きくなる。で、次がもうこれは本当に気に入る、クリオのプリズムエアアイシャドウスパークリング19番ベイビーピンク。これもね、たまにつけてる。かわいいの。これもね、すっごい細かい裏目で色がかわいい。日によってこれをつけてる時もあるし、さっきのやつをつけてる時もあります。全然コメント読んでなくて申し訳ないです。メリダさん、ハートありがとう。まあでも今日はあんまもう自己流じゃない、もう語り配信みたいな感じにします。どうしようかな。じゃあこの左下のこのね、このね、これも可愛いの。これをつけていきたいと思います。アイフォール、これもね、ダメダメで、しかもオレンジで結構お気に入り。なんかアイシャドウ、私本当にいろんなアイシャドウをさ、日によって使い分けてるから全然なくならないんだよね。よし。で、どうしようか。このかな、下の真ん中のオレンジをさっきみたいに体幅よりちょっとはみ出すぐらいに塗ろうかな。そう、クリオのシンプリーピンク、なんだろう、ベイビーピンクかも。ベイビーピンクって書いてある。このアイパレットも持ってる人多いよね。本当にバズったコスメしか使ってないんだよね、いつも。パレット同じやつ持ってる？で、さっきの使ったオレンジと、どうしようかな、ここの茶色、右上の茶色を混ぜて、ここの
三角ゾーン塗ります。テル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 、あと目尻の方も塗ります。で続いてどうしようかな。じゃあさっきの今の茶色の部分をここのアイプチ塗ったところを塗って目立たなくします。二重幅より内側に塗るってことかな。よし、こんな感じで何時くらいまで、どうしよう、全然ない、あれもう日が沈む前に終わりにしたいから4時半くらいまでかな。メイク完成したら終わりにします。あとはさっきのやつ、あとはねさっきと同じやつなの、このさっきのアクセーヌの茶色使って涙袋と下のラインを描きます。早送りしたいね、すごいもったいないねこの時間。急ぎます。なんか下のねラインはとか涙袋のやつはオレンジ色で描くと私はすっごい変な色になっちゃって浮いちゃって、このなんかなんとも言えない絶妙なこの茶色が私にはすっごい合いました。で続いてまつげ上げていきます。まつげまつげ上げていきます。あれあれどこだろう、なんあれがどこだろう、ビューラーどこだろう、待ってビューラー探しています。その間皆さんじゃあノットイコールミー歌っててください。あ待ってアイライン忘れてた。ビューラービューラー、あれビューラーがないんだけどどうしよう、なくしちゃったのかな、あれビューラーがありません。捜索、あもうしょうがないから、あの自分そこまで自分の目に合わなかったビューラーを使います。いつも資生堂のビューラー使ってる。でもね資生堂の方がね上がる気がする、私はこのなんか本当はもうちょっと上げたいな。あ、めっちゃまつげ抜けちゃう。で次が下まつげ。そう、私もマツパね最近行ってない。マツパ吸ってる時が多いけど、最近マツパに。てないのでそろそろ行こうと思います。なかなか難しい。わもちちゃん、もちさんたくさんありがとう。コンペイト、コンペイト、ま
つげもね、あの本当は松葉がおすすめです。この作業がいらなくて済むから。やっぱ毎日ビューラーあげるより松葉してた方が絶対いい気がする。でも最近ちょっとめんどくさくて松葉もいけてない。松葉します。こんな感じかなね。そう、私もね、下のまつげが全然下がらなくて、ビューラーでも無理なんだよね。いつも急いで、いつも頑張ってやっています。ねえ、一緒に皮膚挟んで痛くなって、ねえ、わかる？皮膚挟んじゃうとさ、めちゃくちゃなんか、あれになっちゃう。ねえ、待って待って、なんかちょっとなんか、わかんないけど、多分放送が来てたので怖いので一応やめました。でも大丈夫そうだった多分。怖い怖い、こういうのあるからさ、やっぱお家でショールームってちょっと怖いよね。うん、オッケー。でまつげ上がったのでマスカラ下地を塗ります。じゃじゃん、これもう、あ、これこそノイミーみんな使ってるやつだ。エティセのアイエディションマスカラベースの黒色かな。あ、やばいやばい、バビメロのラメが崩れた。いつもこれ崩れるじゃん、ね、固めて、オッケー。これすっごいね、落ちなくなるのね、まつげのカールが。すっごいカールキープしてくれるんだけど、あのね、メイクを落とすのが大変になるから、あのちゃんと、それがちょっともあれかな、メイク落とすのだけが大変になっちゃう。正直ね、これだけでね、いいんだよね。これだけでね、あれするときもある、済ませるときもある。日が沈まないうちに早くメイクを仕上げて写真を、日光で写真を撮りたい。アイシャドウ割れたり離れたら化粧水垂らしてラップ。え、そうなんだ。そうしてみよう、後で。オッケー。で、こんな感じでほぼアイメイク仕上がって、やっぱりちょっと、あとマスカラか、マスカラも。マスカラはね、黒の時もあるし茶色の時もあって、あのね、ライブとかは黒使う時が多いかも。やっぱりね、目力上げたいから。ライブの時はこのシャネルのル・ボリュームレボリューション・ル・シャネル10番、これなんか友達からタンプレでもらって、多分指原さんも使ってて、でさ、なんか友達がサッシーが使ってたからなっちゃんにあげるみたいな感じでもらいました。でも今日はこの、このね、ミュードの茶色いやつかな、ミュードの茶色い方を、茶色いマスカラ塗ります。この色がめちゃくちゃいいんだよね。このマ
スクラすごいおすすめ。かわいい、パッケージもかわいいし色もかわいいからおすすめです。こんな感じ。すごいなんかめちゃくちゃなんか英語がたくさん来る。ハロー、ナイストミーチュー、アイムナツネン、Thank you for watching ショールーム、マイショールーム、Thank you。 で、下まつげはこのヒロインメイクのあの細いやつ、細いやつで塗ってます。塗りやすいから。じゃん。あんま分かんないよね。ちょっと下まつげはもう、私はまあ下まつげ短いしさ、ない全然ないから諦めモード。もうちょっと下まつげ欲しいな。でこの後はグリッター塗ります。これ指原さん、リリミューのピクミアイツグリッター03番。あ、またただいまグリッターね、写真屋さん03番のグリッターをどうしよっかな。いつもあの涙袋、ちょん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 って感じで塗って伸ばして、あ、かわいい、かわいい。で、上も塗ります。ちょんちょん、こんな感じ。上のね、上黒目の上の部分だけ、あんまり塗りすぎてもギラギラギラって感じだから、こんな感じ。かわいい。結構指原さんのね、やっぱりね、使ってるよりリミュー、これも結構なくなってる、結構使っています。いい感じ。これであとはリップ、リップ塗って終わりにします。これリップもさ、本当に日によるんだよね。じゃあ右オレンジにします。リカフロッシュ、さっきリップちょっと塗ったから内側にだけでいいかな。あれ逆だったっけ、左がオレンジかもしんない。まあいっかリカフロッシュ、これは落ちないから、これもオレンジ、これは赤。まあ、いいか、いい感じじゃない。じゃああとは前髪やって、写真を撮ります。全然違和感ない、違和感ない、本当？確かに。髪の毛もまだ何にもやってないから、やらないと。ちょっと待ってね。
どうしようかな、髪の毛。わあ、やっぱりメイクって力、メイクの力ってすごいね。はるかちゃん今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアはるかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ね、いい一年にしてね。いやー、いい、今日ショールームできてよかった。お祝いできてね。髪の毛のヘアケア、なんだろう、ちゃんと乾かすことあ、根元から乾かしてるかも。根元から乾かしていってます。でもすごい髪の毛は染めてないっていうのもあるかな、今まで。ハッピーハッピーバースデー。どうしよう、ストレートでなんか何かします。何の子って、なんか適当に買ったんだよね、これ。ナチュラムでもこのね、適当に買ったアイロンなんだけど、思ったより良くて、なんか結構良くてずっと使ってます。もう今日はストレートって感じでいいかな。今日はストレートします。パーカーだし、なんかヘアアレンジしてもなんかって感じだよね。前髪もね、最近切りました。最近前髪分けるのにハマってるから、前髪分けようかな。百均のコテ、匂い付きのやつ。これね、メイクさんに教えていただいたんだけど、これぐらいのさ、なんか絶妙なやつあるじゃん。これをこういう風に内側に巻いて、でこういう風にやると外側に行くから、すごいおすすめ。外側の方が可愛い気がする。たまに内側に行っちゃうんだけど、こうやって内側に巻いてこうやってやると外側に行くんだよね。お腹なっちゃう。星の次に次です、本当に。おしまし、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 おしまし。私はおしまし肯定派なので、こんな感じでいいかな。あとでちょっとケープ、今日自分の部屋に持ってきてないから、ケープもかけて終わりかな。あと、そうだ、おすすめのやつ、これで新しいのも買ったんだった。どれだ、
これアンドハニーのね、このねアホ毛止めなんだけど、これすっごいいい匂いだし、アホ毛がね、こうやって今アホ毛があるじゃん、こうやってこうやって、こうやってやるとねなくなるし、しかもめっちゃいい匂いだからすっごいおすすめです。これもノイミ使ってる子多いかも。これね本当におすすめでございます。プレゼントとかにもこれいい気がする。アンドハニーのアホ毛スティック、すごい、わかるぞわかるぞって方が多い。アンドハニーグッバイグッバイグッバイ。そう、固めてます感が出なくて、ちょっと鏡見よう、鏡見ないとわからなかった。オッケー、今日はこんな感じです。本当に気によるけど、結構伝えられたいことは伝えられた気がする。よし、今度英語配信、確かに英語配信のちょっと海外のさファンの人を増やす配信いいかもね。なんか前やった気がする、英語だけみたいな、英語だけ配信昔にちょっとだけやった記憶がある。パーカーにストレートって可愛いよねな気がする。ストレートアイロン何度やってる、ね140度、高すぎると傷んじゃうから。以上、ありがとうございました、ね、メモしてくれた方もたくさん、やっぱパーカーってかわいいね。スクショタイム、スクショタイムをめっちゃ久しぶりにやった記憶気がする。パーカーの柄、天竺ネズミ川原さんのポテンヒットでございます。ポテンヒット、グッズがおしゃれだよね、川原さんのグッズって。雪降ってるの、歌子さん雪降ってるんだ。そっか、じゃああのね、外に出るときはお気をつけて。クマポー、え、クマ投げてくれたの、ごめんね気づかなくて。クマ、き昨日着てたやつもう販売終わってた。うん、そうだろうね、すぐ売り切れちゃう多分。もう結構前に買ったやつが届いて、パジャマ終わりです。ということで、見てくださりありがとうございました。
あと1時間ぐらいで日が沈んじゃうので、その前に写真を撮りたいと思います。自然光が最高。未開人どうだった、大丈夫だったかな。でも女の子のファンの方は喜んでくれたかな。真面目な配信も好きなの本当に。じゃあもう今度また面白いっていうか、あのなんだっけ、昨日さ言われたさ、ブルブル棒って持ってるんですけど、お家にあるんですけど、ブルブル棒って乗りながらメイクとかもやるかもしれないです。あとね、あれやりたくて、メンバーの相関図みたいな、なんかメンバーが誰が好きかみたいな感じのやつをまとめる配信とかもしてみたいんだよね。それもしようと思います。女装するときの参考、あ、ぜひぜひぜひそうしてください。参考になった、よかった、嬉しい。相関図見たいね、メンバーコラボ配信確かにしたいわ。ということで本日は見てくださりありがとうございました。すっごい私さ夜中ばっかりに配信するから久しぶりな気がする、こんな時間に配信するの。ということで見てくださりありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、待って、危ない危ない、ランキング読むところだった、読み忘れるところだった。13位セナトン、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。13位高橋聖太さん、ありがとうございます。12位リーちゃん、ありがとうございます。11位エビーちゃん、ありがとうございます。10位セシリアさん、ありがとうございます。9位まっちゃん、ありがとうございます。8位純吉さん、純吉さんありがとうございます。7位マヨネーゼさん、マヨネーゼさんありがとうございます。6位メリダさん、ありがとうございます。5位ヒラリー、ありがとうございます。4位はるかちゃん、ありがとうございます。3位もちちゃん、ありがとうございます。2位よっしゃ行くぞー、5歳ありがとうございます。1位マーベラウソン、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。それではさようなら、ありがとう。